屋敷博子は、日本の女優。大阪府出身。2012年4月から2014年10月まで、株式会社月の医師に所属。2015年よりトライエムカンパニーに移籍。高校卒業後、単身都営。ロンドンインターナショナルスクール・オブ・アクティングに入学し、古典から現代劇までを現地演劇学校にて学ぶ。また、韓国のアクション監督チョン。 ドゥフォンが率いるソウルアクションスクールへの留学経験も持つ。特にスピーディーでキレのあるアクションを得意としており、外国語での演技も堪能。モーションアクターとして数多くのゲームの演出にも携わり、アクションの指導もこなす日本を代表するアクション女優の一人である。なお、アクションへの道を志したきっかけはアクション未経験の自分に、 出演の決まったアクション映画のリハーサルで干渉した、バーサスで、同作品で、アクションのドラマチックで、スタイリッシュな部分に衝撃を受けたと語っている。現在は、役者として、多数の TV ドラマ、映画、CM への出演のほか、文筆業にも携わっており、映画誌の連載記事では、取材から執筆までを一人でこなし、映画祭や関連イベントでは、司会や、 表現回しを担当するなど、実に多彩な活躍を見せている。屋敷、広子オフィシャルウェブサイト、キャスト。映画、チンゴジラ公式サイト。http://shin-godzilla.jp スラッシュキャストスラッシュ2016年4月28日閲覧。ありがとうございます。